お待たせいたしました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左のメルセデス、対するカープの先発は右の森下、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左のメルセデス、マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターはウグサ。第3球を投げた、カーブ、空振り三振、メルセデスナイスピッチング。バッターは2番小園。第3球を投げた、変化球、空振り三振、メルセデス3球で仕留めてみせました。第3球を投げた、アウトコース低め、見逃し三振、メルセデス3球で仕留めてみせました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。メルセデス立ち上がり、初回は完璧なピッチング。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木、次が4球目、投げた、スライダー、見逃し三振。リプレイをご覧ください。バッターは5番坂倉。第9、投げた、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、坂倉ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。背番号44。第9、初球送りバント、ファースト取った、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。ジャイアンツ先制のピンチを迎えます。次が5球目、145キロ直球、空振り三振。先ほどのプレーです。2回の表が終わって0対0、ジャイアンツピンチをしのぎました。0対0で迎える2回です。バッターはウィーラー。第9、投げました、アウトローを見送ってストライク、いきなり154キロ、打った、痛烈な当たり、ワンバウンド、ヒット、ボールはセカンドへ、ウィーラーツーベース、ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。左バッターボックスは7番大城、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9、投げました、インコース低め、ストライク、タイミング合いません。第2球、投げました、このボールも空振り、追い込んでから第3球を見送ってボール。第4球を投げました、打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。二塁ランナーウィーラー残塁に終わりました。2回が終了しまして0対0です。3回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは相澤、投げました、打ちました、坂本取った、アウト、相澤いい当たりでしたがショート正面でした。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー森下。第2球、打った、鈍いゴロ、岡本ボールを取る、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰ってウグサ、今日の第1打席はスイングアウト、投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。メルセデス三者凡退に抑えています。3回の表が終わって0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは小園、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。低め、空振り三振、メルセデス見事なピッチングです。バッターは3番西川。さあ、5球目、打ちました、破った、西川いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。右バッターボックスは鈴木、
第4球を一塁ランナー走った。キャッチャー二塁送球間に合うか。盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。第5球投げた。渾身のストレートを見逃す三振。左バッターボックスは5番坂倉。第3球はストライク。空振り三振。さあリプレイです。メルセデス4番5番と連続三振で切り抜けています。4回の表が終わって0対0です。ジャイアンツ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でウィーラー決まってストライク。いきなり155キロ。第2球きた。いった一直線。入った入った。ホームラン。ツーランホームラン。スタンドへ叩き込んだ。渾身のストレートを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。5回の表これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは林。投げた。打った。流し打ち。サードから一塁送球アウト。林いい当たりでしたがサード正面。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番阿部。今日の第1打席はスイングアウト。第1球投げた。初球を打ちました。坂本取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは8番相澤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました。1・2塁間。北村掴んだ。メルセデス取ってアウト。スリーアウトチェンジ。メルセデス三者凡退無得点に抑えています。5回の表が終わって3対0です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー森下。第2球打った。サードの頭上フラフラっと上がっている。岡本掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはトップに帰ってうぐさ。今日は三振とセカンドフライ。投げた。打ちました。引っ掛けた。セカンド取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番小園。ここまで2三振といいところがありません。投げました。初球打った。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。メルセデスここまできっちり2安打ピッチングが続いています。6回の裏これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターはウィーラー。初球空振り。いきなり153キロ。第2球投げました。打ちました。これはいい当たり。さらに伸びていく。ライトセンター見送った。ホームラン。ソロホームラン。ウィーラーこれで2打席連続のホームラン。渾身のストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイをご覧ください。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは西川。投球はこれから3球目。打ちました。いい当たり。セカンド左。セカンドから一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは4番鈴木。ここまで2打席連続三振。第4球を投げました。流し打ち。どうだ。北村バックしていった。ライトの前ワンバウンドヒット。鈴木ナイスバッティングです。バッターは5番坂倉。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。第2球投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。内野ゴロ。一塁はアウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。代打は松山。に変わりまして松山背番号55。第3球を投げました。打ちました。セカンド右横のフライになりました。若林落下点に入った。掴んでこれで3アウトになります。先ほどのプレーです。二塁ランナー鈴木残塁に終わりました。7回の表が終わって4対0です。カープ追う展開で迎える8回です。バッターはクロン。第2球投げた。打った。坂本ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。キャッチャー投球はこれから6球目。引っ張った。ライナー破った。
クリーンヒット。相澤、いいバッティングを見せました。バッターは代打メヒアに代わりまして、メヒア第9初球から打ってった。坂本取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。うぐさ第9投げた、打ちました。初球打ちレフト前進、これはヒットになります。うぐさナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げた、打ちました。坂本バック取って、これで3アウトチェンジ。さあリプレイです。2者残塁、8回の表が終わって4対0です。ジャイアンツリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面でウィーラー、今日は3安打猛打賞。第2球投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました。ファール、カーブ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた、もう投げました、インコース引っ張った、切れていきます、ファール。第5球投げました、危ない球、投球はこれから6球目。打った、これは強烈、いった、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、ウィーラー、なんとこれで3打席連続ホームラン、ストレートを完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターは西川、今日はここまで3打数1安打1三振、打ちました。坂本ボールを掴んだ、1塁送球アウト、西川いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、サークルチェンジ、空振り三振、鈴木全くタイミングが合いません。菊池背番号33、第3球を投げました、147キロ直球、空振り三振、菊池全くタイミングが合いません。メルセデス見事な完封勝利、ジャイアンツ見事勝利です。勝利投手メルセデス、敗戦投手森下でございます。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。